手の和田アキ子が12日、日本放送のラジオ番組、ゴッド、アフタヌーンアッコのいい加減に1000回に出演。近年、苦しんでいる左股関節の手術を決めたと明かした。最近は東京、足立区にある病院に通っているという和田は、ものすごく下町チックな病院。看護師さんも先生もすごくフランクで安心できるんですよ。これで大きい病院3件目、やっと手術する方向に決心できたと明かし、2週間の入院を要する手術の時期は、本当は10月のコンサート終わってからの年末か、来年の2月って言ったんだけど、先生の話を聞いてるとやったら、絶対治るんですからってと、前倒しの可能性もあるという。長らく股関節痛に悩まされてきた和田は、これまで痛みのため、トイレに座るのも大変。座ったら、立つのも大変。何よりも、お風呂も大変。しゃがむことできないから、一番下にある引き出しから物を取り出せない。今まで大事な下着類を入れてたんだけど、旦那に手伝ってもらって上の段に移したと、日常生活にも支障が出ていた。しかし、手術を決断したことで精神面にもプラスが。迷ってたんだけど、するって決めたら、気持ちがすごい楽で、今日日本っぱなし、そう来たら、カッキー、柿花正しやなが、アッコさん足が軽やかですねって。私引きずって歩いてんだけど、手を持ってと話すと、柿花アナは、大げさに言う、と、いつもより、歩行速度が2倍くらい、速く見えたと、和田の変化を指摘した。